キビタキが泣いた、虫食いも泣いた、どこで泣いた、どこで泣いた。キビタキはここで泣いているんですけれどもね、今日はね、虫食いの鳴き声ね、仙台虫食い聞こえていたんですがね、撮影はできませんでしたが、このキビタキね、今日はすごくサービス精神旺盛なキビタキさんにね巡り会えたようでございまして、たっぷりとねこのキビタキの姿、そして鳴き声ね、お聞きいただきたいと思いますね。以前にもねキビタキがいて僕がいるっていうね動画を上げているんですが、今日はパート2ということでね、お届けしたいと思います。何かのヒントになっているかもしれませんけれどもね、実はね今日の出だしね、こんな感じでね、シジュウカラが鳴いている後ろね、お天気の方はねこんな感じで、ちょっと途中パラッと雨が来ていたんですよ。ですからねどうなることやらと思っていたんですがね、結果的にはね雨が降ることなく助かりましたけれどもね、今日出かけておりますのはね自然公園のような場所ね、森林公園といった方がいいですかね。まあいきなり鳴き声がねよく聞こえてきましたので、ただ姿は見えずっていうことがねキビタキは多いんですがね、言いましたように今日はね本当に運が良かったですかね。これ何かを捉えてますけれどもね、鳥っていうのはこのようにね食事をしながらでもねさえずってますよね。不思議ですね。私たちがねシュワッチ発生するいわゆる何ですかね声帯と言ったらいいのかな、そういったものとはまた別のね、仕組みというか器官といいますかね、そういったものがあるようでございましてね、キビタキはこのようにまだ休み休みねさえずってますけれどもね、例えばヒバリね、いつ呼吸するんだろうなんて思うことがありませんか。お聞きするところによりますと20分ぐらい続けてねヒバリなんかはさえずることができるそうですがね、このキビタキね見つけることができるっていうのは実はこの時もそうなんですがね、最初はね見つけられないんですけれどもね、しばらくしますとね動いてくれることがありますよね。その時に運よく分かりやすいところにねこのように来てくれますと、まあ、ラッキーと。いうことになりますかね。シュワッチ。今日ね、一体どれぐらいの野鳥に出会えるのかななんてね、ちょっと心配になっていたところにね、先ほどのキビタキに出会うことができましたのでね、さらにね、実は冒頭ご覧いただきましたキビタキの出会いというのはね、ちょっと衝撃的なぐらいね、
そんな出会いでございましたけれどもね。ただね、鳴き声はいろんな、野鳥の鳴き声がね聞こえておりましてね、今ヒヨドリの鳴き声がねよく聞こえてますかね、そしてシジュウカラであったりとか、このヤマガラの鳴き声もねよく聞こえていたんですけれどもね、撮影するチャンスというのがね、このように食事をしているところ、まあ数少ないチャンスですかね。そしてね、今チチチチっていう鳴き声聞こえてますかね。これは仙台虫食いですがね、実はねこれエナガが映ってるんですけれどもね、すごく鳴き声が聞こえておりますのとね、数もかなりの数ね、グループ活動してましたね。もう姿はね成長と変わらないような姿、あこちらはシジュウカラですがね、今エナガがねこれ4羽映っていると思うんですがね、お分かりですかね。おそらくね、まあ、幼鳥ですね。まだね顔のあたりがねまだ黒っぽく見えておりますのでね、エナガはね成鳥になってもベビーフェイスですけれどもね、幼鳥の方がどちらかというと大人っぽく見えることがあるような気がするんですがね、いかがでしょうかね。全然別の鳥に見えることもありますもんね。そして山柄がねこれなんでしょうね、地面に降りてはまた枝にね上がって何か食事をしておりましたけれどもね。そしてねこちら何が飛んでいったのかなと思ってね見ておりますと、こちらもキビタキであったようでございますね。そしてねこれも距離的にはね1メートルちょっとぐらいしかなかったんじゃないかな。目の前にね飛んで、来てくれたんですけれどもね、あまりにもねこのように近場に来る鳥をねこういった環境で、見かけますとちょっとね何か心配になるというかな、あまりにも人懐っこい鳥を見かけますとね、ちょっとそういった感じにとらわれることも実はあるんですけれどもね。これからのシーズンのタンチョウというのはね葉が生い茂ってきますのでね、姿を見つけるのは難しいんですが、さらにキビタキの場合はね、案外分かりにくいところにいますよね。これはすごくラッキーでしたね。あんなに分かりやすいところにねキビタキがいてくれることってめったにないように思いますのでね、私はねキビタキっていうのはねもう少し山あいに行かなければ出会えないのかなと思ってましてね、そういったところに出かけていたこともあるんですがね、これね今回出かけておりますのはほぼ平地と言っていいぐらいのねそういった場所でございます。それほどね山登りというような環境ではありませんのでね、ほぼまあ平場の公園に近いような環境でございましたけれどもね、まあ、そういったところでキビタキに出会えるっていうことがね分かりましたので、この兵庫県の内陸部北播磨からお送りしておりますけれどもね、結構各地でキビタキには出会うことができておりますね。このチャンネルでは散歩しながら出会った野鳥たちをできるだけたくさんご紹介したいということでお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。最後にキビタキの鳴き声をお聞きいただきたいと思います。